おはようございます。花屋亮さん、前回ね、展開という言葉でお話しいただきましたけども、これ実はね、この展開力っていうのはね、なかなかできてる人がいないということなんですよね。で、最近でもそうですけども、ツイッターってあるじゃないですか。ツイッターって文字数がすごく限られてるんで、あれね、高いコミュニケーション能力を持ってる人じゃないと扱えなくて、実は短い言葉の中でいろんな意味が込められている、もしくは短い言葉にいろんな意味を込めているはずなんですよね。で、その意味を受け取った人がそのワンフレーズから展開させていかないと、いわゆる暗号伝文みたいなもんでね、新高山登れっていうメッセージが届いた時に、すでにそれはどういう意味なのかってことを、暗号を作った方も受け取る方も、そこから長文を理解して長い作戦に展開させていって、そして、数百人数千人の一兵卒までが漏れなくその正確に動いていくわけですよね。ここまでなんですよ。ここまで言ったことで何のことだよ、何のこっちゃってなったら、もう展開がちょっとできないということになるんですよね。新高山登れっていうのは、第二次世界大戦の日本軍の旧日本軍のね、暗号伝文なんですけども、この新高山登れっていうのはどういう意味を持たせているのかってことを事前に、打ち合わせているんですよね。要するにその言葉に長い作戦行動のストーリーをね、入れてるんですよ。それと同じように展開力っていうのは、そうですね、例えばね、ソアラっていうね、言葉があります。これソアラっていうのはね、ちょっと昔の1980年代に大ブレイクしたスポーツカーのことなんですよ。高級車でありスポーツカー、トヨタの、ね、車なんですけどね。このソアラっていう言葉に対して何を展開させるのかってことは、おそらくですね、私の年代以上の方じゃないとできないと思うんですよ。30代20代の方でソアラから展開できる人ってのはあんまりいないかなというところがあります。というふうにね、一つのフレーズの中にどんな意味や歴史や価値判断が込められているのかってことを事前に経験や知識の中から掘り起こさないといけないんですよね。事前に蓄積した経験や知識の中で、ですね、基本的には圧倒的な行動とか圧倒的な情報収集ができていないと展開はできないってことになっちゃうんですよ。で、残念ながらね、人間には3つの時間の過ごし方がありまして、ほとんどの方が時間の過ごし方が残念な結果になってるんですよね。認めたくはないと思いますけど、ほとんどがそうです。じゃあ3つの時間の過ごし方の中でどんなものがあるかっていうと、1つはね、経過時間、ただ時間が過ぎただけ。2つ目は経験時間、何がしかの知識を得たということですね。3つ目は体得時間ですよね。それはマスターしたってことなんですよ。で、こういう使い方をします。私は10年間何々何をしていました。10年間の経験があります。例えば10年間の料理の経験がありますというふうに自信を持って語る方がいますけども、実はほとんどの方が経験してないんですよ。ただ経過しただけなんですよ。10年前にお料理を習い始めた、お料理教室に行き始めた、でも週に1回でした。で、その週に1回のお料理教室以外の時間は特に復習をするでもなく予習をするでもなく、週に6日は、ほとんど何もせずに、お母さんが作ってくれる料理を食べていたとかね。じゃあこれは経験となるんでしょうか。ならないんですよ。経験時間としては10年間の6分の1になってしまうんですよね。だから大したことしてないってことになるんですよ。なのに10年間やってきたら自信だけついてしまうということがあります。これね、仕事に対してよく使う言葉があります。10年間同じ仕事をしていました。20年間でもいいです。20年間同じ仕事をしていました。それを経験と呼んじゃう人がいるんですよね。果たしてそうでしょうか。みっちりと365日24時間そのことだけをしていた10年ならまだしも、おそらくレジャーがあり、他のことを掛け持ちでやってみたりとか、のんびりと暇な時間を過ごしてみたり、何も考えずにゲームしてみたりとか、つまり密度が薄いんですよね。だこれを経過時間って言うんですよ。ほとんどの方は経過時間しか過ごしてないです。だから展開はできないんですよ。経験を積むっていうのはまさに365日24時間
みっちりとしていたこと、このぐらい極端にやったからこそ10年間の経験がある、20年間の経験があると言われるわけなんですよね。特に仕事に関しては普段ストレスを感じながらやってる人は全く経験にはなってないですね。まあ経過時間なんですよ。いやいややってるわけですから、もうそれこそね、心底没頭してっていうことが経過時間と経験時間の間に、まあ、あるわけなんですよね。じゃあ体得って何ってことなんですけどね、まあ体得時間ですね。体得ってのはまあほとんどの方が行き着かないところ、これをまさにマスターしてるってことですからね。ほとんどの人はマスターしてないですね。まあなぜなら全然成果も上がっていない、全然生産性も上がっていない、まさにそういうことなんですよ。何をしていてももう進化が止まっちゃう。例えば1年目から3年目の進化と3年目から6年目の進化、どうでしょうかね。鈍化してるんじゃないかなってことなんですよ。もしやればやるほど進化してるなら上り詰めてるはずなんですよね。ほとんどの方は上り詰めるどころか飽きていく、離脱してるんですよ。そしておろそかにしてるんですよ。どんなに一生懸命やっていた作業、趣味、仕事でもなぜかね、大した成果が上がらなくなっていることに気づいてないんですよね。で本当に体得してるなら1年目よりも3年目、3年目よりも5年目、5年目よりも10年目、とてつもないところに行ってるはずなんですよ。それこそ他者に埋もれてるわけがないんですよ。でもほとんどの方はやればやるほど他者に埋もれるんですよね。最初は自分でこの道しかないと思っていた人もその道に疑問を抱き始めたり、それをね放り投げたりするわけですよ。まあ、もちろんマスターして体得してその道を離れるならいいんですけども、大した人物にもなってないのにその道を離れてしまいます。まあ、ですのでこういった生半可な経過時間しか過ごしてない、そういった多数の方に展開ってのはほとんどねできないんじゃないかなと思いますね。まあ本を読んでいる人もかなりいると聞きますけども、まあ、大体10代で1万冊ぐらいが本を読んでるって言えるスタートラインなんじゃないかなと思います。10代で1万冊すごい冊数のように思いますけども、10歳から20歳までの10年間でどのぐらいの本が読めるかな、ね、1日に1冊読んだとして3年間で1000冊です。となると1日に1冊じゃ間に合わないってことですよね。1日に3冊ぐらい、3冊5冊読むな、まさに本を読む習慣っていうのはそのぐらいあってですね、初めて経験になるのかなと思います。あとは人並みなんですよ、ね、10年間で1万冊読んでない、1万冊以下ってことは人並みなんですよね。まあそう思わないと、まあ、随分自分を高く見積もってしまうことになって方向性をね見誤ってしまうことになります。もっと言えばね、社会に出るとこれをしてきました、あれをしてきましたっていうふうに軽はずみに言うことほど、まあ、恥をかくことはないんですよね。まずならなぜならね、社会にはね、まあ日本一っていうのがいるんですよね。日本一番じゃなくても県で一番とかありますね、都道府県で一番とか。じゃあやってきたというなら、なぜ都道府県という小さな括りで一番なんじゃないですか。市区町村というもっと小さい括りで一番ぐらいになってるでしょう、いうことなんですよね。まあ少なくとも、まあ、学校一とか地域一とかね、そういった冠を持ってないんだったら、まあ箸にも棒にもかからないような、それは経過時間だったというふうに振り返った方がいいのかなと思いますね。まあですので展開力がものすごく弱いんですよ。どんなことをするにしても大体1万という数字が一つの膨大にあると聞いたことがありますけども、これはね実際にやってみると本当に1万行く人ってのはいないんだなってことが分かります。ただ1万行く人がいないなと思っていても1万超えたところでね無名のままですし、まあ、1万もやってないのに高いレベルで結果を出す人もいるわけですから、やればいいってもんじゃないな、ただやれもしないのに何も語れないなってことがあります。まあ、展開力についてはいろいろとお話してるわけですけども、この展開って言葉は私はねかなり好きで、おそらく中学生の頃からこれ使うことがあったんですけども、この展開っていう力だけでも言葉だけでもほとんどの人とこの言葉の相違が得れないんですよね。要するに何それってことになっちゃうんですよ。でも一部の方は展開っていう言葉に対して、いやものすごくいい言葉選びをするんだなと思っていただけるんですよね。そもそも展開っていうのは中学の数学の時間に教わったような気がしますね、私はね。
まあ、だから展開すると長い、公式が出てきます。因数分解ということも言えます。でそれを計算すると短い計算式にまとまるわけですよ。そういうふうにして長いものをちっちゃくする、ちっちゃいものを長くする、この繰り返しでコミュニケーションというのはできるはずなんですけども、例えば四字熟語とかことわざにしてもね、それを知らなければものすごい時間がかかるし、ものすごい齟齬が生まれるんですよ、ね、断腸の思いっていう言葉がありますけどね、断腸の思いっていうことでストーリーが浮かばないといけないですよね。川を流れる猿、そのストーリーが浮かばなければなりませんけども、断腸の思いと猿が結びつかない人もいるんですよね。断腸の思いと川の流れが結びつかない人もいるんですよ、まあ、そうなると伝えようとしていることが伝わらないし、引き出してほしいことが引き出してもらえないってことになって、その方との関係は非常にこういうものにはならずに終わっていくのかなってところなんですね。まあこういったことが日々行われているわけですから、会話に対して腹が立っていくってことは結構あるんですよ。だからね、なるべく穏やかに、あ、ほとんどの方は受け取れないんだと思わなければ、そしてできるだけ丁寧に説明するにしなければ、本当コミュニケーションにね、ものすごく困難を期するかなと思っております。まあその、まあ、吉谷さんっていう方はね、学校の勉強はできなかったはずなんですが、ただ社会の中でビジネスこと人からの相談事を解決するときに、相談者が何を伝えようとしているのかなってことを繰り返し繰り返し繰り返し聞き直して考え直して想像していくうちに、おそらく学校教育以上の、学校教育で学ぶこと以上の結果をね、導き出す力を身につけたのかなと思いますね。まあ、ですので、そういう意味を言うと学歴はあんまり関係ないんですよ。ただ学歴がないのにもかかわらず学習や経験をしてなければ、それこそもうどうしようもないことになってしまいますんで、せめて学歴があったらよかったねって話になっちゃうんですけども、まあ学校に通う以上に学べる人ってのはこれまたあんまりいないですからね。まあですんでね、この展開という言葉扱いにくいかもしれませんね。まあ花龍馬さんもこの動画のキャッチボールかなり長い時間1年以上一緒にやってくださいましたね。今あの花龍馬シリーズに私320話以降話数をつけていないんですけどね、まあどこまでいくのかなと思うところで、まあこのまま続くんじゃないかなと思っていますが、まあ何て言いますかね、こういったコミュニケーションを通じてもお互いの関係っていうのは投影されていくのかなというところがありますね。はい、それではね、展開という言葉使ってきましたけども、これに類する言葉が因数分解と言います。まあ最もね、花屋の馬さんが得意としているこういった私だったら展開という言葉ね、その他にもありますけども、なんかそういうのがありましたらね、また次回の動画でお伝えいただきたいかなと思います。で私は展開という言葉を今回使いました。結構好きなんでね、たまに使うんですけども、まあ花屋さんはなんか思いつくのがあるかな、まあ、なければないでもいいんですけどね、本日は以上でございます。